こんにちは、全国のみんな、こんにちは。はい、今日はね、第1回のウェブ配信授業本番だ。ね、これまで1ヶ月間ずっと練習してきたんだけどもね、今日こそ本番です。はい、皆さんこんにちは。はい、今日はきついよ。もう本当にどうしようかと思ってね。バックでは宇宙人はいるか。宇宙人やねえやな。もっとなんかこう、何？宇宙人というよりも正義の味方というかショッカーというか逆だなこれな。悪役になっててかな。でも一番だからさ、いいかなと思ってみんなにね、一番ね。はい。なんだか忘れちゃったよ。はい。塾の先生もなかなか大変なんです。はい、宇宙から来ました、あの正義の味方です。はい、よろしくね。はい、後ろはこんなになってます。どうでしょうかね。すごくもう間抜けだとは思うのが分かってます、分かってますが、ちょっとやらさせていただきます。はい、そういうわけで、じゃあ宇宙人はいるかっていうことなんですけども、いや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 、まぶた、終わったかなこれで。よし、それぞれブレインストーム OK だ。よし、やってみような。 OK、 オン。それでは行くぞ。2時間目だ、2時間目。それでは行くぞ。ちょっとごめん、あ、ごめん先生、今ね思いっきりもうこれね、君たちやってみてもらうけどね、もう脳が活性化されてね、もう大変なんです。かなり脳が活性化されますね。ちなみにこれね、ちょっとさっき言わせたんだけど、これいくらすると思う、これ本物だよ、これいくらすると思う、これ。はい、皆さんこんにちは。はい、全国の、ウェブ授業を撮ってるみんな元気かな。はい、河原塾の、みんな元気ですか。先生はバッチリ元気だぜ。イエーイ。今日も、行きたいと思います。ね、最近は、インフルエンザとか流行ってるけれども、みんなはちゃんとしたマスクつけてるかな。ちゃんとしたマスクというのはこういうやつ、これこうなってて、こんな感じ見えてますか。はい、このマスクが1枚1000円するマスクです。これが N95 ね、アメリカ政府企画の N95、普通のマスクはほとんどダメです。普通のマスクはウイルスどころか、もう空気もスカスカ通しちゃうでしょね。これなんかね、もうね、空気も通さねえし、これ後ろね、この辺りだよ、こんな感じ、わかるよね、見たことあるよね、これが本当のマスクで、これでさ。はい、皆さんこんにちは。はい、全国のウェブ授業受講者元気かな。はい、ここ川原塾では、たまにでもね、川原先生がちょっと今日は休養で出かけたので、今日はその代理として、来てみた。いかがかな。鼻がかゆいよ。細かい糸くずがこう入って鼻がかゆいよ。君たちはいいな、これ見てるだけだからな。私は話すたびに毛が鼻に吸い込んでかゆいよ。というわけで、今日も元気にやっていこう。ですか。まずですね、今日は、前回の、ウェブ事業の、1回目のね、先生をこれ見てください。思い出してください。はい、ずっと日清戦争から、来て、
日中戦争を経て、満州事変まで来ました。今日はその満州事変から朝鮮戦争までの、戦争の、後半ですね、後半をやりますからね。はい、じゃあちょっといいですか、こっち。まず最初にいいですか、君たちは今ですね、授業じゃねえや、学校でね、そろそろ動きが出てきませんか。受験まであと100、ちょっと今事件が起きました。ちょっと待ってね、事件、何やら外で事件が起きてるんだぞ。今パトカーが来て目の前に止まった。びっくり、さっきキーッて音したんだよ。そしたら目の前に止まって何？トイピアノっておもちゃのピアノね、おもちゃのピアノ。はい、今日は先生の宝物だぞ、これは。これは、かわいいのトイピアノ、ね、これを皆さんにお目にかけております。西アジアの音楽からスタートした、いいですか。はい、皆さんこんにちは、元気かい。さて今日はタンザニアの楽器でしょ、これね、ここにですね、これね、木の箱なんですね、これ手作りですね、木の箱。そしてここに一個一個これ金属がこうね、これ指で弾くのね、これね、はい、カリンバと言います、カリンバ、タンザニアの人たちがね、これでねコミュニケーションを取れないやつですね。これが今日の楽器、カリンバ。ちょっとね、1分ぐらい演奏しましょう。
1956年製です。本物です。なぜかというとですね、これは先生が尊敬するミュージシャン、ジョン・レノンですね。皆さんも知ってますね。ビート